おはようございますさて今日は虫相撲の個人戦の大会がありますねまあ昨日のね団体戦のは結局準優勝だったんだけど個人戦はどうかないやでも団体戦さ結構まあ運によっては勝ったり負けたりだったじゃんだから個人戦もまああれぐらいのレベル差だったら 割と勝ったりすることもあるっていうのは分かったんでじゃあいただきますもはや人号なしていないおじちゃんのいただきますごちそうさまでした,しでしたごちそうさまでしたごちそうさまでした。ワンチャンあるんじゃない今日も何か秘密の集まりがあるみたいだねおよく知ってる、ね、またバレバレレかよ。うん、なんなんでちょっとイケボだよ太陽 <laughs> たまにイケボで喋るよなでは

なんで2回やった2回やる意味あった今でもこういうの聞いちゃうのが、大人の良くないところ。天下と天下とが相手か。じゃあまあこっちは、マッチョハンター行くか。まあ、レベル差を一番ひっくり返すそうなのはマッチョハンターだからな。レベル 21! ちょっと待て。<laughs> おい、レベル21だったんだけど。いやこれ勝てるかどうだ マチンああ,<れ>あーくそいや待ってスタミナがめっちゃキックあいいぞいいぞいいぞオッケーオッケーこのまま畳みかけろマチュアンタ技を技を繰り出せあ<ー>あクソやめろーちょっ <laughs> いやレベルさやいやこれ無理じゃないレベル21のカブトムシに勝てるやついなくねえか,かっへへへ楽勝だったないや太陽マジでいやこれ いやーもうおい <laughs> ジュニア優勝してる <laughs> いや2連覇じゃんおい R1 と M1 両方取ってるじゃん <laughs> では結果発表優勝ジュニアいやジュニアすげえ <laughs> いや真の天才じゃないこれ認めろよおい天才現れたよ虫相撲んおい準優勝もジュニアだ <laughs> 2連覇だけじゃなくベストワンツーもジュニアおいいや無理だよこんなやつがいたら優勝なんて無理だよ終わったいやいやまあいいか準優勝したしいやもう個人戦は諦めよなんか もう周回前提らしいっすね、4の虫相撲は。その1周目での優勝はほぼ無理らしいんで、いやもういいです。もう団体戦準優勝で十分。個人大会って言うけど、戦うのは虫なのよね。まあ、そうだね。人間が参加したら無双しちゃうからね。なんか姫ちゃんというそこに引っかかるな、女子は。個人大会って優勝したら賞もらえるのは虫なのかしら。いや、 トレーナーでしょだったら個人じゃなくて子虫よねなんかへりくつ言うなひろゆきみてえなこと言うなあ姫ちゃん <laughs> 別にいいじゃんそういう細かいとここ,いこれで今年の夏の大会が終わっちまったぜいやべったんとたいよいや俺が言えたことじゃないけどもうちょい頑張れよこれで今年の夏の大会が終わっちまったぜ って、お兄ちゃんが何度も言ってうるさいんだ。天才ジュニア <laughs>。僕までなんだか悲しくなってきたよ。虫相撲の天才。おい、太陽。お前、個人大会もなかなかすごいぜ。え、どういうこと何を言ってるんだ。てかお前散々生きてたよくせによ。せめて準優勝ぐらいしろよな、太陽、マジで。

え、だとしたらすげえな、おじちゃん。会社持ってんだわーい <laughs> 危険大好きここやっぱり危ないところのようだ。あれは安全第一って読むんだ。うん。あ今回おじちゃん出てこないんだ <laughs>。一回だけか、おじちゃんすわ。見つけた僕まだ遊びたいよ俺に文句があるならさ <laughs> 俺の来ない道を探してそっちを歩きゃいいんだよ、y、yeah! 俺は島並み、揉まれる人並み。じゃあ食べよういただきまーすいただきまーすご飯いただき。俺は馬並み。やめて。ご飯時にやめてください。ごちそうさまでしたごちそうさまでしたごちそうさまでしたいやー。 えじゃあこれで虫相撲大会終わってえってかいよいよもう終わるんだよな日数的においてよ今日の大会ボクちゃんには本当にいかな <laughs> おいてめえがっかりできる立場かもうお前は俺のライバルでもなんでもないって <laughs> いや、準優勝してますけど、ランタは一応。え、た、テイヨウくんは何でした準優勝もできてませんでしたよね <laughs>。はあなんだこいつ。なんで上から目線なんだよ <laughs>。成績いいですけど、ランタの方が。結局、謎は全部解けたのね。謎。あ、水軍のやつ僕くんって本当に偉いなぁ。 いやー、ランタは賢いよ。でも、おばちゃんのアイスの謎だけはまだ溶けないんだ。おアイスなだけに。アイスの謎ってんだよ。あ、おばちゃんがアイスを食ってるかどうかってこといや、別にいいだろう。食わせてやれよ、おばちゃんにアイスぐらいさ。ガネちゃんいるかなガネちゃん。あいる。いや、マジ、そのジャケットなんなのおしゃれだね。 そうだ郵便費が <laughs> 地上で溺れている手紙ね僕は漫画姉ちゃんに手紙を渡したゲよりによってこの手紙かよえ何何の手紙何なのえに何何教えてよ創作活動にまつわることふ、わかんないんだったらいいやええー、教えてくんじゃないのかよ いやまあでもじゃあ受け取ったのランタでよかったなねえ何の手紙なの教えてくんないんだこれ言ってもわかんねえよ大人にしかわからない系のやつかまあ多分姉ちゃんの創作活動にまつわるやつだろうなこの部屋のとんでもない秘密あ出たやっぱり勇気を出して教えることにしえいいの姉ちゃんに怒られないそれ ねえ、それってもしかすると、この押し入れが僕たちの部屋にもつながってるってことああ、それそれのことな、なんで知ってるんですかああ、それだった。漫 <laughs> 画姉ちゃんに関する何かじゃなかった。ちょっとそっち期待したんだけど、違ったか。夜、その押し入れを使って隣の部屋へ行けば、うん、僕君たちの寝顔を好きなだけ見放題です。ふふふ いや、見たいの、寝顔。まぁ、まあ、ランタもマンガ姉ちゃんの寝顔を見まくってるから。いや、ないない、怖い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 。ふふふふふ。え、何これえ、怖どうしたどうした急に。突然、ホラーっぽいセリフになった。なん <laughs> だ、今の。お個人戦大会が始まった。個人戦大会がパチパチ火花を散らして始まった。 ま、前も言ったけど、全くポエムになってないんだよ。個,個,トト個,個人戦大会で負けちゃった、残念。いやー、まあ、仕方ねえよ。レベルさえいげつなかった、おまじで。<laughs> 確かに、あれは集会前提の。あ、おじちゃん。造船所でおじちゃんに漢字の読み方を教えたよ。安全。うわ安全第一かけてる、すげえな、お前。まあ、小4なら書けんのかな、これぐらいの漢字。どうだったっけ 自分の時のこと全く覚えてないけどはーいじゃあおやすみなさいえ明日もう27日え早えなマジで終わるじゃんはいおはようございます8月27日になったわえ待ってよでもさ毎回その31日はえっとそのお別れの日だからエンディングだけじゃん ってことは30日が最後の遊べる日でってことは今日入れて7894日かあと4日えでもまだなんかあったっけああれかなんか赤ちゃんがどうこうっていうあれまだ解決してないのじゃあいただきますいただきますおじちゃんおじちゃんその服初じゃない <laughs> 初めて見たよそのコーディネート

ね、ウルトラに声をかけていたということはえやっぱこれ犬落ちなんじゃないのおっさんそれ毎回言うんだなるほどだからおじちゃん着替えてんのかちょっと小綺麗な感じの服にはーあーというわけで本当に申し訳ない<お>い,いえいえこちらこそ 赤ちゃんはどちらの家で育うよっぽちゃんと話し合って決めましょう。いやこれはが増えたってほらぁや,やっぱ犬じゃんいんじゃん。おい、マジかよ。あおじちゃんちの犬が。おかちゃんができたというのは<お>白やけの白いワンちゃんのことだった。ゆりさん。

私ここのハラっぱ大好きなんだハラっぱの好き嫌いに理由はいらないえー、サリッスさん風のの中に塩香りがするよなるほどいやこの島でランニングシャツ着てんのあのおっさんしかいねえもんなはあ好きになるのに理由はいらないってそういうことね 私、今日の夜からあっちに行くよ。え、あっちあっちっていうのはその、どういうことこの島押しかけ女房する。ええー、<laughs> マジであ夜ああ、そうですか <laughs> え、めちゃくちゃ積極的じゃん。みんなびっくりするよ。いや、びっくりするだろうな。そうだろうね。喜ぶよ。 まあな、喜ぶだろうな。そうだといいね。いや、ペッタンだけがちょっとなんか、ね、気にしてたけど。まあ、ペッタンもな、大丈夫だろう、多分。サイルさんのこと好きになるだろう。ええー、いや、マジ、しだ <laughs> いや、あいつマジ、ラブコメの主人公かよ。何、特に何もしてないのにモテてんだよ、あいつ。 腹立つわあのおっさんあおいちゃんとおばちゃんまだいるわ犬について話し合ってんのかなおいちゃん今回の事件は全くもって恥ずかしい限りだよ <laughs> ウルトラやべえな <laughs> そんな勝手に <laughs> 人んちの犬に <laughs> 生まれてくるワンちゃんの名前うんなんてつけようかしらいやその前にさこの白い犬は何ていう名前なの ウルトラは分かったけどさおいお前お座りおあやってるお座りえ賢いじゃんめっちゃ尻尾はえ尻尾お振ってるあすげえやっぱり頭いいねめちゃくちゃゲー押し込まれてるじゃん <laughs> 姫ちゃんかなじゃあ問題を出すよ 5×3= それ好きだなお前いやワンだろ うーワンワンワンいやこれも <laughs> い,いきなり怒ることないじゃないかいやだからこれもだから答えてるってことじゃないのその問題に頭いいってことじゃねえのかあっペットンジュニアおいさゆりさんいたよえどうしたあっそんなことないよ ああ、いや、ジュニア、さゆりさん来るぞ。よかったな。ああ、ぺったん。うーん、いや、やっぱさゆりさん、いた方がいいよな、吉田商店に。ああいうの見るとさ、いてくれた方が、ってよ。今年の夏休みは楽しかったな。あ、そう思ってるんだ。 俺も絵日記書けば面白かったかもなあ,あ太陽の学校は出てないのか宿題で絵日記がないとどんなことがあったか忘れちゃうランタの絵日記も結構適当だけどなそんなことねえよあそうなの今年の夏のことだけはずっとずっと全部覚えてるってえー、どうした急に <laughs> 急になんかエモいこと言うじゃんお前あそうなんだなんだかんだ楽しかったんだな 多分ランタのことも含めて吉田豆ちゃん豆はそろそろタイムマシーンに乗って出た出たそのやつ未来の世界に帰らなきゃいけないんだこれガチなのかな結局はあいやでも見えてないらしいしな大人からああさすがに信じてないのねじゃああなたの記憶だけは消さないでえへへ <laughs> <laughs> メインブラックみたいなこと言い出したえ記憶消してんのあありがとう未来に帰るたびに今日はどこへ行けば面白いか予言を聞きたい,いや、ま、何なのまめちゃんマジでわざわざ何で未来から来たんだ未来人だとして行けー手紙届けたよ姉ちゃんに絶対外で話すな <laughs> 中で話す今日はあっち島の我が家に 島並みのおじちゃんが来てるみたいだね。いや、そう。<laughs> 犬の件でね。それにしても一体何の用事いや、わかれよ <laughs>。あれ、<え>ヒゲはもしかして死んだねあ、はい。じゃあ、これは。おじさんからのプレゼント。あ、出た。いや、サイダーだわ。絶対サイダーくれるおじさん。おじさんいや、だから来ないって。うん、残念ななながら来てないな誰から来ると思った今は、塩町桟橋の 船長さん宛のものなら来ているけどね。あ、四十五号。違う、七十五号。友達だから持って行ってあげるよ。おうん、だめだめ。え、他人にはさすがに渡せないよ。ああ<ー>。そういうものなんだ。あ、まあ、確かにな、家族じゃないしな、七十五号は。おい、ここでも孤独感強調してくるじゃん。<laughs> あのおっさんの <laughs>。あれ。今日は豆ちゃんいないね。あ、本当だ。そりゃそうだな。 きてないけどなそれがね誰も知らないんだよあやっぱりそういえばそうだななんで誰も知らないんだよ気づいたか今まで気づかなかったんだけどいいじゃないおっどういう意味いいじゃないどこに住んでるのか知らない子がいたって姫ちゃんそうだな。まあそれはそうだけどでもこのあたりの島々は 本来なら周りに知らない子供なんて、誰一人いないような。かなり狭い世界のは,はずだった。ほー来 <laughs> た。スタッフだ。マちゃんきと。てか、まめちゃんにはあいことはないのか。あれみんなどうしたのいや別に <laughs>。どうしたのともこひうん。なんでもないよ。気にしない、気にしない。え、なんで姫ちゃんはさ。 豆ちゃんのことをかばうんだろうひめち,ちゃんもたぶんまめちゃんが未来児みたいなことを察してるのかなそれでかばってるとかあと何日かで私の小学生の夏休み終わっちゃうなあーそっか小6かひめちゃんなんだか悲しいな一番年上なんだっけ でも、中学生になっても夏休みはあるよ。いや、でもなんかちょっとわかるなうん、そうだよね。元気出さなくちゃ。いや、なんか、小学校から中学校に上がる瞬間が一番悲しかったかも、俺、なんか。なんか、あ、間違えた。いや、なんか子供じゃなくなるって感じがあったんだよなへ？ねオタクってさ、最後、あおい、何お前オタクとか使ってるわけ 駅までバスで、いや知らねえよ、てめえで調べろよ。うん、そうだと思うけど。え、何オタク、オタク使ってんのお前。なんで僕のことオタクって言うのおい、それ、ガネーチャの。あれその、おい、匂わせかてめえ、おい、ペッター。ー許さねえぞ、お前。ガネ、ガネーチャとの匂わせは一番ダメだぞ、てめえ。いや、リアルにペッタンペッタンにするぞ、お前。 ねえ、オタクってさ、いや、ジュニアまで使ってるし。え、これ、あれかな漫画ね、ガネーちャが流行らせたいとか言ってたから、それで使ってるだけかな流行らせられて、まんまと。そういうことな、たえよ。もう夏休みも終わっちゃうけど、うん。まだまだ虫相、いやもう、お前、虫相撲についてたんな。<laughs> 説得力ねえんだよ、もう、お前が何言ってもよ。 キミコちゃんここにいた何してんのなんか見てるきみこちゃんわわ私すごいものを見つけてしまいましたえ何すごいものそのバックネットになんだか怖い話が書いてありますえバックネットあこれ本当の話でしょうかえどういうこと書いてある 少しずつ場所を変えてお話の続きが書いてあります。え。バックネットに怖い話。えどこ？あ、これか連載小説緑色の野球帽第1章ここから始まり。みちおくんは野球が大好きです。<laughs> 道を<夫>いつもお気に入りの緑色の野球帽をかぶって。 トム・ブラウンのあいいつしか出てこない <laughs> 野原で野球をしていますある日彼が転がったボールを追って茂みの中へ入っていくと、うん、大きな木の辺りからグーグーといびき声が聞こえましたあ終わりかえあなるほどあれなんだろう不思議に思った道夫君が 場所を変えててて書いいあるっここういうことねそっと木の幹に耳を近づけるといきなりさっきのいびきなんかよりはるかに大きな大きな声が高い木の上の方から野原いっぱいに響きました声え今んとこ別に怖そうな感じないけどもほら俺のおなかの中の音を聞こうとしている失礼なやつは一体全体誰なんだ おなかの中の音驚いたみちおくんは飛び上がって木の枝に頭をぶつけます木から声がしたってこと僕はみちおお,おじさんは誰うん木が話しかけてきたみちおにえあなんか拾ったチェスビンいやそれよりこっちが気になる第4章俺はこの森にもう400年も住んでいる 欅の木だぞ文句があるかご覧のような老いぼれだけど最近どうも膝のあたりがかゆくてかゆくてしょうがない膝のあたりほら坊主その目の前にある木のうろにお前の両手を突っ込んで中のえマジかえなんか不穏になってきたな道夫が両手を突っ込む木のうろに 第みちおくんが恐る恐る木のうろに手を入れてみると入れたんだ道ちそこには道ち君くんが探していた野球のボールがありましたああ探しに来たやつねあおじさんこれ僕のボールだよ<う>なんだとお前がこの俺の不機嫌イライラの原因なのかえあ道夫のボールが怒こった欅やきの木は そのの大きな木のうろを広げてあっという間に道をえくんをパックリすっかり飲み込んでしまう理不尽 <laughs> 道をえー、道をがかわいそうわざとじゃないのに最終章しばらく後のことですがあの欅やきの木は切られて材木になりましたえ小学校のグラウンドに作られた バックフェンスの材料になったのですえ、これこのバックフェンスミチオくんの友達は口を揃えてこう言いますこのフェンスの緑色はあの日を境にいなくなったミチオの帽子の色なんだえー、あ,あ、おしまい <laughs> いや怖。いやラジオの怖い話より 断然ゾッとしたんだけどえー、あーいやさすがに本当の話ってことはないだろうけどえ誰だよ書いたやつセンスあるなおいいやでもマジで何なんだろうでも小説ってことはさ誰かがその面白い半分で書いたってことだよねあれ はあっ、たそれてる <laughs>。久しぶりの黄昏タれムだ。パンツ。かミコちゃんいるのは初ん,、ねん,ねうん。ランタも何か言う。おい、<laughs> お前の番だぞって顔されてるぞ。 あーあそろそろ夏休みも終わりだしまめちゃんは未来に帰るのなーんかみんな忙しそうだしあそうなんだまめはちょっぴり寂しいなはああいや大丈夫 <laughs> 夏休みの終わりを感じているみんながひめちゃんまひめちゃんとまめちゃんの関係は何なの私大きくなったら何になろうかな 全然思いつかないな大きくなったらか。姫ちゃんは何だろう。家を継ぐのかなやっぱり。なんか大きい家らしいし。俺、大きくなったら宇宙飛行士になりたいな。え、マジで太陽まあ、確かに名前、名前も太陽だしね。宇宙から見る夕日も、きっときっと、でっかいに違いないぜ。おじちゃんの造船所は継がないのかな おじちゃんの会社かどうか分かんないけどさぺったん俺たちが大人になったら吉田商店をたくさん作るんだぜあマジで増やすの店舗数父ちゃんが本店で兄ちゃんと僕がそれぞれ支店の店長なんだすっごいでしょああいいなでも夢があってしかも現実性があってえー、できるといいなそれ 私が大きくなったら、天才物理学者になって、え、あ、そうなのきみこちゃんヨーロッパでブラックホールを作る実験をするかもしれないって、ほう。まめちゃんが言うんです。え、何のことでしょうかあれでもきみこちゃんってなんか、な、なんだっけ、金融ショックみたいなの起こすみたいな言ってなかったっけランタが回想で。あれ、そうはならないの どっちの可能性もあるってことだろおい吉田よしい,い,やいらっしゃいじゃねえよお前さゆりさん来てるぞあ何も言わねえわあまだ気づいてないのかな、まあ、夜に行くって言ってたもんなさゆりさん夜のお楽しみかじゃあ見つけた見つけたた僕、まだ遊びたいよ 俺に文句があるならさ俺が来ない道を探してそっちを歩きゃいいんだよそれがお前の選んだ道進めゴーィングマイウェイよう。いただきますいただきますおじちゃんどんどんラップうまくなっていくね造船所やめてラッパーになる日も近いなおじちゃんがごちそうさまでしたごちそうさまでした さて吉田商店がどうなっているのか見に行ってみるかおっさゆりさんいるいんっいおいペッたんジュジュアさゆりさんいるじゃんねえ見て見てこのシャツさゆりのお姉さんにもらったんだよんおっほんとだお <laughs> シャツの色変わってるけはしゃぎすぎなんだよえっペッタのもそれは新しいやつ 情けねえなあ、シャツくらいで喜びやがって。ああ、ちゃんとジュニアとかペッタンのも買ってきてくれたんだ。え、めっちゃ優しいじゃん、さゆりさん。いや、吉田は吉田。こんにちは。いらっしゃい。こんにちは。え、吉田はねこんばんは。あこんにちはの後に、こんばんは。使い分けている。まあ、いろいろあったけど、今後もよろしくね。え、吉田はうん、こちらこそ。 店番任されてるってことは。あ、もう話はしたのかな。え、そこ見たかったな。お,おい、吉田。いや、吉田いねおい。いや、一番大事なとこ。見せてくんなかった。あ、さゆりさん。犯人はウルトラだった。ああ、ウルトラの無賃状。はいはいはい、犬のことね。赤ちゃんというのはワンちゃんのことだったよ。 でもイラストはさゆりさんなんだ。無賃乗船ランタもやってたけどな。<laughs> ウルトラのこと言えたぎりじゃないぞ。ああマメちゃんだあ初じゃないマメちゃんの日記への登場。マメちゃんは不思議な子だな。宇宙人なのかな宇宙人ってか未来人って言ってたけど。これ確定なのかな なんかはっきりしたことを全然教えてもらえないよね姫ちゃんは気づいてる風だけどさはーいじゃあおやすみなさいございます8月28日来たなもう明日明さ日てで終わりか2930であさゆりさんいるあっ参加者増えてる ペッタンとジュニアかペッタンとジュニアとさゆりさん増えたぞそしてガネーチャはやっぱり <laughs> 参加しないんだなかくなにガネーチャにも参加してほしいけどなじゃあいただきますチャッチャてかガネーチャはやっぱり最後までご飯一緒に食べないのかなごちそうさまでしたごちそうさまでした 親戚来た時も食ってなかったしなオッケーじゃあ今日は何するかおい吉田おはようこんにちはなんでまさここら帰ってきたってもう住む気じゃんおいガキが来たぞねえ父ちゃ出たよまったくもう 元元気気なんんだだか元気すぎるんだなおい、吉田お前、さゆりさんに言及しろよ。じゃあ、俺にくれよ。あ、<う>喜んでたんだ。<ー>長いな、叫びが。<laughs> おい、絆んいらねえのかあれ何考えてんだ、あいつら。え、ばんいらねえのかなさゆりさん見に来ただけとか。<laughs> ありそうだな、それ。 おいハモりやがった仲良しか <laughs> 人生もこれからハモっていきますってか <laughs> 吉田がよ見せつけてくれるぜ朝からペッタンたちどこ行ったんだまたあれか昨日と同じ場所かあいたいたいたおい そのシャツ新しいやつせっかくだから、みんなで記念写真撮ろうぜ。お兄ちゃん、<え>そのシャツそんなに気に入ったんだ。あ <laughs> バカいっちゃはははは。シャツもらい記念。まあせっかく新しし、し。いいシャツだだ僕ちちゃんたちもいることだしあ、あいいよ。撮ろうよじゃあ。いや、撮ろうよ、おい。<laughs> 撮れよ。<laughs> お前らしって言たぞ。え、撮らねえの <laughs> いつ撮んの記念写真なあ。撮ろうぜ。お帰るぜ。 あここにも来るんだあはいおじちゃん時折海を渡るな吉田商店のお姉さん戻ってきたみたいだねあな<の>えー、そうなんださゆりさんた。た今鼻の下伸びたよ。いやおじちゃんいつもこんな顔でおおおおなんだよ急にこの人わりといつも伸ばしてるよしゃいただきまーすいただきまーすえっ、ー、さゆりさんもうじゃあずっと吉田商店に住むのかな 仕事終わらせて帰ってきたって言ってたもんな。え、でも仕事は都会なんだよな。ごちそうさまでしたごちそうさまでしたやっぱ休みはおかしい。るにたにでかね、え、マジ来 <laughs> お、行きたい行きたいよずれ。あ、行きたい夜釣り行きたい。行きたい いやランタせっかくだし、行こうぜ、また。お、はい、ランタが釣れたじゃあ今回はい。今夜の防波堤はまたまたおじちゃんと太陽が釣ってるとこ見たことないけど。えー、夜釣りか。またあそこ行けばいいのね、ボハテンド。おばちゃん、アイスクうね、最近。 おばちゃんまたアイス食べてたでしょういや食べさせてやれよアイス <laughs> いいじゃないのよそうだよおばちゃんの唯一の贅沢なんだからあーやっぱそうなんだここでアイス食うのが一日の楽しみというか <laughs> いやそれ言われちゃうな何も言えねえわな、うん、おばちゃんの贅沢を取り上げないでやってくれな えーっとガネちゃんいるかなあいるわガネちゃんオタクいつまでこっちにいるん<え>夏休みが終わるまで、うん、じゃあ私の方が先かお姉ちゃんはいつまでこっちにいるの先って私の夏休みが終わるまでほう漫画姉ちゃん夏休みそれはいつまでなんだ私の方が先かってどういうこと おい、ランタ来たで。ペットン、ジュニア。お前、本当に嬉しそうだな。あ、サユルさんのことがうん。だって、いつ帰ってきても、家に女の人がいるなんて。はは。我が吉田商店にとって、これは画期的なことだよ。ああ、確かにな。そうか、女の人がいるのが感動的なのか、家に。<laughs> なるほどね。確かに男家族だったもんな。 こんにちはえ吉田はいないもう店番は慣れた夜はさゆりさんなのうんもう大丈夫よあそうなんだ夜は私一人で店番してるんだよろしくねああやっぱりいや逆じゃねよ夜こそ吉田が店番やれよいやまあ別に夜でも危なくない島なんだろうけどさ おいちゃん、来たよ夜ここに来ると少し前までー海峡大橋の工事の明かりが綺麗だったもんだ。え<ー>では一段落して、夜の明かりも少し暗くなっちまったけどな。あそうなんだ。でも夜の星コは相変わらず綺麗だぜ。モいのノ鉄テの明かりもこうやってミると綺麗だろう。いやーちょっと角度的に見えないんだよね。<laughs> 見たいんだけど。おいたいよ 釣れてるかお前手本見せてやろうかホンは朝までここにいられたら日の出前にたくさん釣れるんだけど、えー、俺っていつも眠くなっちゃってダメなんだよないや小学生は徹夜しなくていいよ大学生なってからでいいよ徹夜すんのへえー、じゃあまあせっかくだしなんか釣るか太陽めっちゃ見てくるじゃん <laughs> お前お前自分のルアーを見ろよなんでランタの後頭部を見つめてるんだよ お前剣ゼロじゃん。あ、来た来た来た、おい <laughs> おい、ランタ来たぞ、おい。おい、釣れた、おい、釣れた。あ、イカだすげえ、イカイカ初めて釣った。シリア系イカ。あ、しかもこれ、おばちゃんに料理してもらえるやつ。やった明日料理してもらおうぜ、じゃあこれ。いや、俺、イカ食えないけど。フ <laughs> フイカあんま好きじゃないけど。いや、こっち見んなよ、太陽。なんなんだ、こいつ。 <お>みんな仲良し吉田商店あ吉田商店のあさゆりさんもみんな仲良し楽しそうあの吉田商店の平和をなんとかして壊したいなんでだよ <laughs> なんで壊そうとするんだお前は <laughs> そういうこと書くなお前みんな仲良し楽しい家族だああご連想げご連想げ、うん、内心いいわこの方がはい <laughs> <laughs> じゃあおやすみ <laughs> さあって、あと二日。え、終わる、終わるぞ、ランタ。どうする、マジで。あと二日なんだけど。終わっちゃうよ、ランタの夏休み。